会議が開かれる建物の前です。たくさんの警察がいます。厳重な警備が行われていて、一般の車両は入ることができません。一切近づくことができません。会議は20日から4日間、非公開で行われます。法による国家統治が主要な議題となっていて、司法制度の改革や習近平指導部が力を入れる官僚の腐敗対策などが話し合われる見込みです。 汚職の疑いで調査を受けている元最高指導部のメンバー、習栄光氏の処遇についても議論されるとみられます。また、香港で行政長官の選挙制度をめぐって大規模なデモが続いていることも議題になる可能性があります。